フルドライブにクリーンミックスを取り付けてあります。こちらがクリーンのゲインで、こちらがレベルになってます。今回は単にクリーンミックスするっていうだけだといまいち馴染みが良くなかったもんですから、クリーンのゲイン上げてった時に、自然と歪んでいくような感じで、ちょっとクリッピングをさせてます。それから今回の、モディファイのもう一つのポイントがブースターのところになります。フルドライブのブースターというのはゲインを引き上げるだけで、あんまり音量変化がなかったり、まあ音色もそんなに変わんないっていう、そういう、あんまり評判の良くないブースターだもんですから、もうブースター部分について独立した、ブースターを取り付けてあります。ちなみにこのブースターですが、フルドライブの方がオフになってても、独立して使うことができます。そんなモディファイでございました。